棒の文字見るぐらい。それぐらい見た。前から見えなかったかもしれないけど。それぐらい見た。はい。見る。見る。見る。僕が伝えたことは、みんな見てるつもりが多いと思います。それ。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、本日ちょっとね、実験検証です。はい。ボールをインパクトまで見る必要はあるのかどうか。はい。はい。まあ顔を残すぐらい見るのか、うん、あとはバウンドしてもう当たった時ぐらいにはもうあんま見てないのか、うんうん、っていうのをちょっとまあお互いどっちタイプかっていうのと、はい、じゃあその例えば僕ボールしっかり最後まで見てるとするじゃないですか、うん、じゃあもし見なかったらどうなるのかと、はいはい、うん、っていうのをちょっと今日はストロークで検証してみましょう、うん、はい、はい、実際どう、あのね、考えるとこれフォアは多分ほぼほぼ見てないんですよ。見てない。バックはがっつり見てる。なるほどね、うん、なるほどね。そうかね。じゃあそのあれだよね、あのフォアとバックでも分かるだろうし、あとは例えば高さとかにもよるかもね。低かったら僕多分ね低かったらあんま見えないんですよ。はいはいはい、うん、逆に高い時は残したりとかするかもしれないから、うん、ちょっとその辺を1回ラリーしてみて、はい、ちょっと 1,2 分ラリーをして、うん、ちょっとここを意識しながらでどっちかっていうのを感覚で、うん、で僕はお互い正面からこう撮るので、はい、まあ、皆さんもこうどっちタイプかっていうのを見極めていただいて、うん、で、まあ、逆パターンをちょっとやってみましょう。わかりました、うん、例えば今フォアは見ない、はい、見ないって、バックは見るってだっけ、バック見る、バックは見ないとかで、まあ、実際一回打ってからやってみましょう、はいはい、じゃあまずラリーを一回やってみましょう、はい、よろしくお願いします。はい、ゴッ、食べ、あ、ごめんなさい、はい、あ、おお、はい、じゃあこれラストにしようか。はい、うわー、よいしょ、どう？いや、スライスは両方ともちゃんと見てる。あ、同じ。一緒？バックなんかめっちゃ顔残す。フォアもそうだよ。どっちかというと結構見てる。フォアの普通のストロークは全く見てない。全くって言っちゃうと悪いんだけど、一瞬パッて見てすぐもう顔前向いてるから。あ、そう。で、バックは逆だね。がっつり。もう、じゃあバックは例えばずっと全部見てるってことね。うん。スライスだろうがスピンだろうが、あ、そう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 、フォアはスピンは見てないと、見てない。なるほど、高さ関係なし、高さ関係ない。なるほど。あ、でもフォアのスライスは見てる、見てる、なるほど、ね、スライスはちゃんと見る。僕もスライスはどっちも一緒、見てる、しっかり、うん、特にバックはめちゃくちゃ顔残して後ろ横向いちゃうぐらいこう見てる、うん、実際目線は分かんない、言ってないかもしれないんだけど相当まあ見てる意識で、うんうん、でスピンはやっぱりね、低いのはあんま見てなかったね。あ、こうやって持ち、はいはい、スタートをスライスをこうやって持ち上げるときあんま見てない。はいはいはい。
でもこの辺はちょっと残す感じやっぱり、うん、両手で打つとき、スピンドライブで打つときもまあやっぱり見てるかなっていう、うん、ほとんど見てるよね。ほとんど見てる、下以外下以外ほとんど見てる、うん、はいはい。なんでじゃあちょっとこれをちょっと難しいかもしれない、逆でやってみようか。難しいね。一回整理しようか。私の、フォアは見る、全部見る、見る、フォアはしっかり見る、見る。スライス、バックは見ない、あえて見ない。で、僕が親子ちは、スピン、スライスは見ない、低いとこだけ見る、ね、低いところは見る。 OK。 どこまで見ないかにもよるけど難しいよね。ちょっとやってみようか。はい、ゴー。あ、なんかやだこれ、ちょ難しい。なんかすげえ変な感じ、ふざけてるみたいなで、なんか。あー、なんかすごい嫌だ。はい。あー、はい、あー、見ちゃった、ごめん。はい、okay、あ、違う、これはしっかり見るんだ。フォアは見る、見る。あー、怖い、見ない。あー、なんか変、見ない、はい、見ない、見る、見ない、見ない、見ない。めちゃくちゃ難しいこれ。まあちょっと違和感あるよね、当たり前、大げさにやってますけど、だいぶ違和感はあると思うよね。ありすぎる、うん。やっぱりバウンドしたところから見るのが大事だと思う、うん、バウンドまで見てたらやっぱ足りないってことだよね、うんうん、でもね、フォアは私今見ないから見るに変えたんですけど、やっぱ見た方が安定はしますよね。そうだね、顔残ってた方があとはね、軸ぶれてない感じするよ、うんうん、だからやっぱり見るってめちゃくちゃやっぱ当たり前だけど大事かなと思うし、結構細かいところですけど、うん、どこまで見るかだね、うん、バウンドして、じゃあ本当インパクトの後も顔残すのか残さないのかっていう感覚かな、うん、今やってる感覚で大谷コーチのボールほとんど軽かった だよね。スライスなんかもうこんなん踊ってる踊ってる。OK。 じゃあ最後は全部見よう、はい、お互い、はい、全部しっかり見よう、顔残すぐらい見よう、うん、うん、でちょっとこうなんだろうな、テンションあのギアもちょっと上げて、はい、お互いちょっとどういう風にボールを感じるか、うん、ちょっと最後顔残そう、全部全部しっかり見よう。わかりました。 OK、 はい、はい、フェデラーな、うお、うえ、あ、ボールの重さが全然違う。うわ、おい、おい、おい、見る、見る、見る、おい、見る、おい、うん、見る、見る、ごめん、おい、見る、ああ、見る、よいしょ、しっかり見る、はい、見る、はい、見る、ああ、ナイスショ、はい、ああ、ごめん、はい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 、あ、すいません、うぅ、よいしょ、いふぅ、うぃや、ふぅ、やばい、
いや。おりゃ。ああ。おりゃ。あ、見る。おい。おい。見る。見る。アウトか。よ。見る。えい。見る。ナイスショ。はい。ナイスショ。はい。ナイスショ。はい。オーバー。はい。おいや。はい。やばい。はい。見る。おいや。あ、抜けた。オッケー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった？すごい疲れた。すごい見るってめっちゃ疲れるんだなと思った、うん、今2人とも結構本気でっていうか、そうだね、いつも以上のパワー、前ランダする以上のボールで打ち合ってたけど、見ることによって一番何が変わったかだね。ボールの重さが変わった。なるほど。あ、そうだね、当たりが確かに良、うん、くなった、うん、大谷コーチのボールなんか特にそう。バックがね、やっぱね、掴んでる感じ良かったかな両手バック特に、はいはいはい、うん、フォアはまあやってんだ。で、今ね、結構もっと意識したのは回転まで見ようと、要は変な話、はいはい、ボールの文字見ようとした。おー、すげえ。で、今僕はセントジェームズ使ってると思うんですけど、うん、ST を見ようとした。すげえ、ボールの文字見るぐらい。それぐらい見た。前から見えなかったかもしれないけど、それぐらい見た。もう目ん玉出るんじゃないかぐらいばっか見た、うん、ちょっと何球か多分それやってると思うんですけどでもやっぱりな、外れないし、やっぱ重さ増したかなと思うし、うん、ただエネルギーは確かに使いますよね、うん、やっぱ訓練しなきゃダメだなって思う。そうですね、やっぱなんとなくやっぱレッスンとかでやっぱ見ないじゃないですか、こうやって。そうですね、やっぱ相手見ちゃうから、ね、相手見ることがやっぱ多いと思うから、うん、やっぱこういう練習やっとかなきゃいけないなって思うし、うん、基本は見た方がいい場合の方が多いと思います、うん、いろんな賛否両論あると思うんですけど、プロでも結構あるんですって、うん、実際大坂なおみさんとか見ててもこういうシーンありますよね。当たってんのここで、ここ見てる時とかたまにある、はいはい、あれってじゃあ見てるの見てないのってなるけど、まあ、見てるからここで取れるのかなと思うし、いろんな感覚の違いあると思うんだけど、ジョコビッチなんか見ててもめっちゃ目見開いてる時あるから、そのぐらいやった方がいいんじゃない、うん、だもう常にこうあ、もう目乾いちゃうわっていうぐらいでやってもいいかもね。ちなみに私のボールどうでした？あのフォアがやっぱりスピン量が増えたと思うし、うん、あとガシャリがなかったよね。あ、なかった ね。ガシャリがいつも結構出るのがあんまなかったかなと思う、うん、何本かね、3本ぐらいフォアで連続できた時に結構オンラインぐらいのボール、ね、そうだね、うん、いったかな。やっぱボールも潰れてる感じもあるし、うん、まあ、バックはもうやっぱもちろん、ね、いいんだけど、やっぱフォアが、ね、今改造計画でやってると思うんだけど、特に振られた時とかもやっぱりこう残すぐらい見てもよく気づいんじゃないかなと思ったよ、うん、最初の方私いつも通りの打ち方でまたお腹に力入ってなかったけど、後半の一番最後のやつだけめっちゃあのお腹に力入れて、あのラケットの引きもちょっとね抑えた。そこにもつながるんじゃない、見ようとするからしっかり体もしっかり作るみたいな、バランスも崩そうとしないみたいな意識にも変わるんじゃない。これ一番伝えたいことは、僕が伝えたいことは、みんな見てるつもりが多い。そういう場合は変な話、じゃあボールの文字見るとか回転を見るとか、もう下手したらフェルトの毛見るぐらい。あれなんか子供たちと練習するときに、あのなんか数字書いてるします、はいはいはい、1、2、3とかさ、昔色とかなんだっけ、なんかテニプリかなんか漫画で、うん、色を赤か青と黄色みたいなのやって、はいはい、球出ししたボールを赤って言いながら打つとかもあった。それも一緒だよね、うん、それぐらいやっぱ見るとやっぱ集中力も上がるし、うん、集中力上がるイコール体のじゃあそのいい使い方になる、体もいい使い方になるんじゃないかなと思う、うんうん、はい、目からのやっぱりこう刺激情報って大事だよね、うんうん、でもやっぱすごい集中力は上がった気はする。上がりました、だいぶ上がった、うん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 、なんでそこはちょっともう皆さんも普段意外と見てるつもりだけど意外と見えてなかったりもするから、もしちょっとガシャっちゃうとか調子が崩れたっていう方はこういう練習方法、うん、もう本当にもう目ん玉落ちるぐらい見るフェルトの毛見る、うん、それぐらい。長くダラダラやるかっていうよりも今見たく短い時間でもうほんと集中してやった方が、まあ、自分のためになるんじゃないかなって思います、ね、うん、まあ、カットしてる部分あると思うんですけど、大体3分ぐらいだったんです、うんうん、すごい大事な意識かなと思いました。はい、なので佐藤コーチもちょっとフォアじゃこうやってやってみて、解答計画でもやる、はい、うん、
僕もちょっとバックハンド普段見てないんだなって痛感したんで、うん、ちょっとお互いにお互いに、はい、次回はボレーやってみましょう。ボレー編で、それが一番難しいよね。ボレー編で、ボレー編って多分一番こう、ね、ローとかハイとか多分変わると思うし、まあ、スマッシュ前ちょっと入れたら次回もそれでやってみましょう。一番目が忙しくなりますよ。そうだね、時間もないし、ね、うんうん、まあ、ちょっとその辺をまたボレーでもやってみましょう。はい、はい、ということです。ありがとうございました。